阪急210系電車広島電鉄1080系電車広島電鉄1080系電車は1977年から運行された広島電鉄宮島線専用の電車である。阪急電鉄からの譲渡車両であり、低床の路面電車である、同車市内線車両に対し、特に高い床車として区別された宮島線専用の通常型電車の1、系列であった。 もともと、阪急京都本線系統の支線用、車両210型として、1956年に、何わ後期で、電動貨車の車体更新によって建造された。製造当時は、電動車2両で付随車を挟んだ3両編成であった。阪急での末期には小型、低出力であったことから、支線の嵐山線で運用されていた。百七十七年一月に、 阪急電鉄より、広島電鉄に譲渡され、中間車を外した二両編成となった。阪急から広電への譲渡は、阪急500系広電1070型に続く、事例である。阪急京都線系統の車両では、阪急移管後唯一の他社への譲渡車両である。車番は1081.1082となり、入線にあたり、扉の移設を行ったほか、偶数車に、 予備のパンタグラフを設置した。塗装は腰部をオレンジバーミリオン、窓周りをクリーム色、ウィンドシルブをマルーンとした。終始宮島線で運用されたが、1989年に廃車となり、全車解体された。エトセトラ、ありがとうございます。